しいアルバムからの一曲でこのペダルを使うデモみたいなのをちょっとやってみます。じゃあ、この曲はループペダルの後のディレイをつけっぱなしからして始めて、ディレイのセッティングを変えたり、切り替えたりとかそういうものをちょっとやってみます。
全然説明しなかったどうしよう、だからそういうループがこう流れてる間にそのループの刻められたリズムと同じテンポのディレイを変えることによってそのループが変わる。で、それその変わったループの中をこうそれを切ってまた違うものを重ねていくとこう曲ができてくるっていう感じで、分かったでしょうか